ちょっと3ヶ月斡旋が止まってて、はい、ちょっと久しぶりだったんですけど、1走目というのはどういう心境というか緊張とか。いや、結構いつもより緊張しました。やっぱりだいぶ空いてる分、はい、まあ、あとはその津村さんが前にいる形だったので、はい、もう頑張ってくれて、つかさずいてくれたんで、大塚さんも番手回らせてもらったんで、一着取れたと思ってます。しっかりそのついていったり、その走っている中で自分 の, この感触みたいなのは確かめられます、まあ、楽にはついていけたんですけど、ジャンからのスピードがとんなんか速く感じました、久しぶり。これやっぱり実戦ならではというか、はい、こんなに速かったかなって思うぐらい速く感じて、はい、ちょっとじゃあその辺がまた感じながらなんですけど、今日早かったんで、はい、なんか特別でもあんな早いかなと思うぐらいちょっと早く感じて、まあ、ちょっと前提伺いましたけど、その3ヶ月の間は休まず1日ずつこのコツコツ、そうですね、練習を続けてこられたということですけど、はい、まあ、どちらかというと普段のレースの方が追い込んで、しっかり、まあ、やってるんですけど、今回は逆に一日一日コツコツやってきたかなと思います。そのちょっとサボろうかなとか休もうかなという気持ちはなかったですか？なかったですね、あんまり。はい、まあ、性格的にそういうのがその出る方じゃないのもあるんでしょうし、休むと結構きつく感じるんで、毎日やってた方がなんか楽だなと思ってます。もちろんその今年、はい、その G1、G2 で、はい、結果を出すというのにつながるんでしょうか、はい、またいい立川記念にして、はい、頑張ります。明日の二次予選の A の戦いでまた感覚を、ね、二次予選 A がやっぱメンバーいいんで、そこでしっかりどれだけ力試せるかなと思ってます。強い相手の方が持ち合いでも出るでしょう、楽しみ。そうですね、自分の力を試せるかなと思ってます。ありがとうございます、はい。